演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、業務スーパーのバタークラッカー、チョコクラッカー、シュガークラッカー、そしてバターワッフルの焼き菓子4種を食べてます。あれ、バターワッフル前も食べたかな。なんかワッフルいっぱい食べたような気がする。ま、いっか。でも、ではクラッカーは代表としてこのシュガーに姿を見せていただきましょう。おー、結構入ってるような感じですね。おー、こんな感じで入っていますね。おそらく他も同様なんでしょう。ちょっと取り出しにくい。ぎゅうぎゅうに入れすぎでしょ。1枚取り出すのは大変ですよ。では、あ、ちょっと割るもんじゃないですね、これ。では、いただきます。クラッカーはどれもサクサクですね。こういうのは本当にいいです。あ、そしてトッピングがついてるとそれもさらにうまく変わってくれますね。で、ワッフルクッキーの方は薄めでパリパリ。あれ、でもやっぱり前にも食べたかな。まあ、美味しいからいいか。でもこのクラッカー、いろんな用途に使えそうですね。アレンジとかも効きそうで本当に美味しいです。最初に食べたこのインドネシア産のクラッカーはどれもかなり大きめですね。口の中にいっぱいね、1枚いっぱい入るかなというぐらいの大きさでした。なのでもうちょっと何かいかに分けて噛んだ方がいいかもしれません。まあ普通はそうするんでしょう。で、食感はナビスコのリッツとかに非常によくなサクサクとした食感でした。で、このシュガークラッカーは表面に砂糖がまぶしてあるんですけど、そこまで甘ったるくはなかったですね。生地のサクサク感はこれが一番楽しめましたね。ただその分ちょっと物足りなさもあったのがような気もします。で、その次のチョコクリームクラッカー、こちらはチョコクリームが程よい感じ、甘さでサクサクっとしたクラッカーとよく合っていましたね。ただクラッカーのサクサク感はクリームが乗っているせいか、こちらのシュガークラッカーと比べると弱めな感じがしました。で、最後のバター風味クリームクラッカーはバターと書いてあるんですが、油っぽさは全然なく、むしろさっぱりとしたような味わいでしたね。なんて言ったらいいんだろう、ちょっとカスタードクリームに近いようなそんな感じでした。こちらもサクサクは深めでしたが、これが一番個人的には好きでしたね。クリームの味は本当に良かった。なのでこの3種類はこれはこの2つを同率でこちらの点数、そして残るこの一番のバタークリームクリームクラッカーをこちらの点数とさせていただきます。そしてこのバターワッフルはワッフルというわけには薄めで、どちらかというとクッキーでしたね。まあクッキーって書いてあるんですけどね。なのでサクサクっと手軽につまむことができて、パリサクッと食感も楽しめて、バターの香りもしっかりあってとっても美味しかったです。何かをつけて食べるのも美味しいかもしれません。まあ、それはワッフルの普段の食べ方か。というわけで、こちらはこちらの点数とさせていただきます。はい、サングラス、死の間際なのにつけるかな。見たくないのでしょうか。それとも、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞延々。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。